セデフ着幕ククはトルコの政治家であり LGBT の権利活動家である。彼女はトルコで公職に選出された最初の同性愛者であることを公然としている同性愛者である。彼女はアンカラで育った。着幕はガラタサライ大学で社会学の学士号を取得して卒業した。彼女は2000年代からトルコの LGBT 運動に積極的に取り組んでいる。 2004年、彼女は、トルコの LGBT の問題について、大学向けの論文を書くために、ラムダイスタンブールに連絡し、他の LGBT の人々と連絡を取ることで、自分のレズビアンのアイデンティティに気づいた。その後、彼女は、ラムダイスタンブールで活動し、国際関係委員会と、学術研究委員会のメンバーだった。2011年から2013年まで、 彼女はスポット LGBTI の共同設立者であり、組織の議長を務めた。ベシクタ州市議会の2014年の地方選挙で、彼女は共和人民党所属で立候補し、レズビアンの性的指向を明らかにせずに選出された。彼女は2015年3月2日に任務を受け入れた。それ以前は LGBT の問題でベシクタ州市長の顧問を務めていた。 2017年10月に、彼女は、欧州社会党内の LGBT プラットフォームのネットワークであるレインボーロー,ローズの理事会の議長になった。ABCUJL、デニズ、イスタンブール、ゲイプライド、デアレスペシャマルシュディヒダイ,インスティチューショナン、ダイベルト、https、www、ベルトで、バーミスチツ、 アーティクル1億4320万4797。であれスペシャマルシュ D ヒダイインスティチューショナン。HTML2018 年8月5日閲覧。ABC、LGBTI アクティビストシデフサックメイクイズナウ、A、ミューニシパルアセンブリーメンバー。LGBTI ニュースターキー、https、ルグブテニュースターキー .com、2015-0302。 LGBTI アクティビストシデフ着工モックイズナウエミューニシパルアッセンブリーメンバー2018年8月5日閲覧シデフ着工モックグローバルフィランスロピーフォーラム グローバルフィランスロピーフォーラム、https コロンスラッシュスラ philanthrobyforum.org スラッシュ people スラッシュ s e e f c a k m a k 2018年8月5日閲覧バイアーナとシデフサックメイク is elected as the chair of rainbow r s LGBTI ニュースターキー HTTPS ルグブテニュースターキー .com 2017 1030バイアーナとシデフチャコーモックイズエレクテッドアズザチェアオブレインボーロー,ローズ2018年8月5日閲覧ありがとうございます